皆さん、こんにちは。メディアウォッチャーの片子と申します。なんと日経平均株価が4万円超えということで、すさまじい勢いで株価が上がっておりますけれども、相変わらずですね、そんな4万円超えなんて一般人には関係ねえよ。株を持ってるやつだけが儲かってんだろうみたいなことを言っている人は本当に愚かです。もうそんなこと言ってる場合じゃないんですよ。今までとは違って流れが変わってます。潮目が変わってます。一般人も株を持たないとやばい時代になってるということで、解説をしていきたいと思います。まあ株価が上がっても庶民には関係ないとかって言いますけれども、今や100円からでも投資できる時代なんですよ。昔は確かに、なんかもう何十万、何百万と持ってなければ株っていうのは投資できませんでしたけれども、今もうめちゃめちゃ簡単じゃないですか。ネット証券で、ネットでね、100円からでも投資できる。なんだったらポイント投資とかもできるわけじゃないですか。で、もう本当に昔は富裕層しか株は持てないっていう時代がありましたけれども、今100円とかで投資できるんですよ。1000円とかで投資できるんですよ。いや、そんなコンビニで無駄な菓子とか、無駄なスイーツとか、なんか無駄ななんか高い弁当とか、なんかそのペットボトルとか買ってないで、その100円節約して、その100円だけでも毎月積み立て投資するだけだっていいじゃないですか。1000円ぐらいは1ヶ月節約できますよね。それをただ普通預金に置いといたり、無駄な金に使うんだったら、まあ1000円でもいいから毎月株に回した方がいいんじゃないですかっていう。だからその金持ちだけしか儲からないとかっていう言い訳ではないんですよっていうことです。で、しかも今年はですよ。投資の利益から、投資で利益が出たら20%税金が取られちゃうんですけれども、それが非課税になる紙制度、新 NISA というのがスタートしたわけですよ。で、ちゃんと情報感度の高い人であれば、あ、新 NISA ってすごいんだな、じゃあ口座作っとこう、じゃあとりあえずその株価がね、上がるか下がるかはわからないけれども、まあとりあえず2024年の1月から、少額でいいから積み立て投資しとこうってやってる人は儲かってるわけですよ。だから今なんか日経平均株価が4万円で一般人は関係ないとかって言ってる人たちは、ちゃんと新 NISA、あれだけ去年新 NISA すごいぞ、すごいぞ、すごいぞってあちこちで騒がれていたのに、まだやってないんですか、バカなんですかっていう話で、単なる情弱ですよねっていう話になっちゃうわけじゃないですか。だから今からでも遅くないので、新 NISA の口座作ってください。楽天証券か SBI 証券、それ以外ではやらない方がいいです。楽天証券か SBI 証券、それ以外はやらないでください。とにかくそこで新 NISA の口座作ればいいんですよっていう話です。で、ね、言いましたけれども、新 NISA って税金かからない、いわば免税措置なんですよ。なんか株が上がっても儲かってるのは一部だけだみたいなことを言ってる人たちって、消費税減税しろとか、所得税減税しろとか、減税しろ、減税しろってわめいてる人たちなわけじゃないですか。新 NISA ってめちゃめちゃ最高の減税措置なわけですよ。10万儲かったら2万円も取られちゃうのに、その2万円は取られないっていう、すごい、減税措置なわけで、なんであれだけ減税しろ、減税しろとかって言ってるのに、この減税措置は使ってないんですかっていう話です。で、しかも、恐ろしいのは、上がるのは株価だけじゃないんです。株価だけが上がったら確かに株を持ってる人だけが儲かるよね、みたいな話で終わりますけれども、物価も上がるし、金利も上がるんですよ。ってことは、株を持ってないと、物価が上がっちゃうから生活が苦しくなっちゃうっていうことなんです。で、要はですね、物価が上がると普通預金とかタンス預金している現金というのは価値が目減りしてしまうわけです。普通預金に預けていたら今0.0何パーセントじゃないですか。ろくに利息がつかないんじゃないですか。てか、まあ、金利がこれからね、上がっていくので、普通預金もさすがにね、利息はついてくるとは思いますけれども、まだ未だに0.001とかじゃないですか。ふざけんなよって話じゃないですか。だから、そんなことやってると、いや、だけどなんかね、近くのラーメン屋値上げしました。マックも値上げしました。野菜も値上がってます。ガソリンも値上がってますって言った時に、預金では対応できないんですってことです。じゃあ、例えばですよ、めちゃくちゃ単純な話をしてます。1000円預金がありましたと。で、1000円預金があって、じゃあその1000円で今までは定食が食べられましたと。
でも、いや、最近の物価の値上げで、ちょっとお店、来月から1200円に値上げしましたっていうと、もうこの1000円の定食食べれないわけですよ。でも、この1000円を預金じゃなくて株にしとけば、その1000円が1200円になったりすることもあるので、まあ、もちろんそれは比例はしてないですけれども、まあ、物価が上がりました。でも株価が上がってます。じゃあ、1000円が1200円になったから、定食食べれるよねって、だから株で儲かるっていうよりも、物価上昇分のリスクヘッジになるっていうことなわけですよ。ところが普通預金にしとくと、これが1000円がね、別に1年経っても1001円とかに、1001円にすらならないですよね、今の利息だと。だから1200円に値上げされちゃったら、普通預金に預けてる人たちは飯食えなくなるっていうことなんですよ。だからその物価上昇のリスクに対して、投資というのがある程度必要な時代に変わりましたということです。ということで、その物価上昇対策に投資は必要なんです。なんか株で大儲けをするとかじゃなくて、株が上がってるだけじゃなくて、物価が上がってるんですよ。で、もちろん賃金が上がればそれはそれでいいわけですけれども、預金に眠らせてるものはどんどん価値が減っていっちゃうわけです。なので、ある程度、いっぱいはやっちゃダメですよ。もちろん普通預金にもしっかりね、当面の生活費は確保しておかなくちゃいけないですけれども、余っているお金を少しだけでもいいから投資に回してくださいと。そしてその投資は、新 NISA でやれば税金かかりませんから、儲かっても税金かかりませんから新 NISA でやりましょうって。そういう話ですよ。それを去年から散々1年間いろんな人が言っていたのに、未だまだやってないんですかっていう話なわけです。ということで、日経平均株価4万超えもですね、一般人には関係ないとか言ってる場合じゃないんです。で、もちろん株価は分かりませんので、この4万円がまた急に、暴落したりする可能性もあります。ね、大規模な自然災害、関東直下型地震が起きたりして、すごい被害が出て株価が下がるっていうこともありますし、まあ、今1ドル150円ですので、いよいよ日銀がゼロ金利を解除して金利を上げるとなって、円高に進んだらまたこの株価っていうのも変わってくる。まあもしかしたら下がるってこともあるかもしれませんけれども、まあなので株価がどうなるかはわかりませんけれども、ただ普通預金だけ持ってるのはやばいですよと、いうことで、こういうその物価が上がって株価も上がってるってことは、でも普通預金はそのままってことは、なんか株ね、投資するものを持ってないとまずいですよということで、無理して投資はしないでください。ただ、普通預金にいっぱい預けているだけで安心という時代ではないので、普通預金の一部、まあほぼ、もうほぼこれ2年ぐらいは使わないな。例えばね、100万貯金があって、10万円はちょっと当面は使わないなってんだったら、その10万円を新 NISA で投資すればいいじゃないですかっていう話で、普通預金だけでどうにかしようっていう時代は、終わりを迎えそうだということで、もちろん、投資にはリスクがあります。4万円が2万円になったり、7万円になったりするかもしれない。でも4万円が今度5万円になったり、7万円になったりするかもしれない。で、ただ株で儲かるとかじゃなくて、物価が値上がってますよ。それにどう対策するんですか？だったら新 NISA 使った方がいいじゃないですかということで、一般人には関係ねえって言ってるやつは、情弱なわけですよ。ちゃんと新 NISA 口座作ってくださいということで、ぜひですね、新 NISA を利用して、一部の資金を普通預金から、少し株に回した方が、いいんじゃないかなと思います。